高橋大輔さん、関西大学。
get to come up and speak. Yeah, the first spin. This. いや、会場の空気を一気に変えてしまったような素晴らしい演技でした。ご自分ではいかがでしたか？そうですね、ジャンプのミスはなかったんですし、まあ、スピンでも結構動いてたんですけど、ちょっと今回スピンがちょっと回転不足が多分ほとんど取られたんじゃないかなと思って、まあ、そこら辺ちょっと若干不安、なんていうんですかね、なんていうんですか、その辺が不満なところですね、はい。ただ今回3連覇がかかった大会ということで、そのプレッシャーは全く感じられなかったんですけれども、高橋選手自身はどうでした？そうですね、そういう3連覇のプレッシャーというのは全くなくて、本当に自分の最高の演技をしようと思って今回は挑んだので、そこら辺のプレッシャーはなかったです。明日のフリーなんですけれども、どんな演技を？まあ、明日のフリーは多分4回転2本入れると思うので、まあ、それをまず成功させたいのと、あとはまあ本当に会場のみんなが盛り上がってくれるような、まあ、自分自身の最高の演技ができたらいいなと思ってます。去年のチャンピオンとしてどんな演技を明日はみんなに見てもらいたいですか？まあ、チャンピオンらしい風格のある演技ができたらいいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。